コベントリーはアメリカ合衆国ロードアイランド州の中央部ケント郡の北側に位置する町である。2010年の国勢調査では人口35,014人であり、州内の市長を合わせて第7位だった。コベントリーに最初にイングランド人開拓者が入ってきたのは18世紀初期であり、この時はボリックの町の一部としてだった。この地域は ボリックの中心からかなり離れていたので、後にコベントリーとなった部分の成長は遅かった。しかし1741年までに十分な数の農夫が入植していたので、ロードアイランド議会に自分たち独自の町を設立する請願を行った。この請願が認められ、 新しい町はイングランドの都市コベントリーにちなんで名付けられた。18世紀の後半は農夫だけが住む田園地帯のままだった。この頃から残っている建物として、ウォーターマン酒場、ナサニエルグリーンの屋敷、ペインの屋敷がある。最古の教会であるメープルルートバプテスト教会は18世紀末の建築である。この会派は1762年に組織され、 ジェネラルシックス・プリンシプル・バプテストの流れを組んだ。アメリカ独立戦争の時、コベントリーの住民は愛国者側を支持した。住人の一人、ナサニエル・グリーンが大陸軍の将軍となり、各地で先行を挙げた。終戦の時まで、ジョージ・ワシントンに次いで大陸軍の第二の位置にいた。19世紀、産業革命がコベントリーにも訪れ、アンソニーに、 最初の工場ができた。その後の一世紀に町の東側は大いに工業化され、アンソニー、ワシントン、クイドニック、ハリスの各ビレッジがその中心となった。古い工場の多くが今も町に残っており、ビレッジの中心はそのままである。町の人口構成が変化し、新しい工場町にはフランス系カナダ人やアイルランド人の移民を引きつけた。19世紀末までに、 住民のほぼ4分の1が外国生まれであり、町の東部ではフランス語が主要言語となった。移民のすべてが工場で働いたわけではなかった。19世紀後期の国勢調査によれば農園を所有する者もいた。町の西部はまだ田園部のままであり、グリーンやサミットはニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道の駅ができたので人が集まる場所になった。 ナサニエルグリーンの屋敷20世紀、コベントリーの街は多くの変化を経験した。自動車の導入によって鉄道の時代は終わった。1970年代には線路が外され、21世紀の初めにはその路上がワシントンセコンダリーレールトレイル、グリーンウェイとして復活した。20世紀半ばまでに工場はほとんど街を去り、大半が閉鎖された。 20世紀後半から町には新しい住人を引き付け、東部は郊外町となった。21世紀初期、町の開発の動きは住宅開発を制限し、西部の電源的な雰囲気を残そうとするものになっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、町域全面積は62.3平方マイルであり、このうち陸地59.5平方マイル。 水域は2.8平方マイルで、水域率は4.49%である。町の東は、ウェストウォリック町、北は、フォスター町、シチュイット町、クランストン市、南は、ウェストグリニッジ町とイーストグリニッジ町、西は、コネチカット州スターリング町と接している。陸地面積では、州内最大の自治体であり、水域を合わせた、総面積では、 79.8平方マイルのサウスキングスタウン町に次ぐ、コベントリーにはいくつかレクリエーション施設がある。フットボール、バスケットボール、野球、ソフトボールでは青年リーグがある。ロードアイランド修道14号線のコネチカット宗教近くカーバンクル池は広さ39エーカーの池であり、淡水魚の釣りに人気がある。 水際の地区であるジョンソンズ・ポンドには釣りや、ウォータースポーツ用の施設がある。ウェイクボーディングマガジンは、ジョンソンズ・ポンドを、ロードアイランド州で、ウェイクボードに適した最良の場所としている。広さ860エーカーのジョージ・ビー・パーカー森林は、ロードアイランド州のオーデューボン協会が所有しており、ハイキング道がある。この森の管理人の家は17世紀半ばのものである。 ポータクセット川南支流に架かるワシントンセコンダリートレールのトラス橋町はコベントリーグリーンウェイを作っている。これは昔のニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道の路上を利用した歩道と自転車道であり東海岸全体を通るイーストコーストグリーンウェイの一部になっている。コネチカットの宗教から15マイルでウェストウォリックの町境に達する。 コベントリーの町内には19世紀に作られた多くのビレッジがある。コベントリー町には古い家屋、教会、墓地が多い。18世紀の農家が町のあちこちにあり、その多くは民間人が現在も使っている。町の東部には19世紀の家屋が多く見られる。工場労働者用2個1住宅から町のエリートが所有した邸宅まである。グリーンとライスシティ。 およびホプキンスホローのビレッジは19世紀からほとんど変わっていない。また多くの教会も19世紀のものであり、今も使われている。ウィリアム・ウォーターマン定以下はアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定される建造物と地区である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。コベントリーはイギリスのコベントリー市と双子都市関係を結んでいる。 ありがとうございます。